おはようございます、ララです。2月22日金曜日、今朝の室温は 22.3 度、湿度計は 60% です。銀座のお天気も晴れです。今日は失語症の話の続きをします。時間にして10分ぐらいでしょうか。頭はしっかりしているので天井ばかり眺めていたそうです。たまに救急車が通りますと、街でたまに見かける航空に自分が乗っているんだなぁと思ったそうです。病院についてまず第一に思ったことは、ボロい病院だなぁと思ったそうです。最新設備ではないのかとも思ったそうです。1階にある緊急搬送の病室に先生たちが3人くらいいて、その中には研修医か新米なのかだと思われる先生に、こういう時はどうすると先生たちの中で話してる様子が見られたんだそうです。こうやって緊急の患者対応を教えているんだなぁと思ったそうです。それからこちらのベッドに移れますかとか、足はむくんでいましたかなど聞いてきましたが、話せないのであればうなずくだけで分かりますからと本当に親切だったそうです。その後看護師さんが来てエコノミー症候群の話をして、何のことだったかよく分かりませんが、別の病室に移ったそうです。それが今から約2ヶ月間お世話になる西館の脳外科の病棟の3階の集中治療室だったそうです。今日は終わりです。ビーフオアチッケン、最後にはエンジンを解体して中を調べ、特定の部品を計量したりします。実験で得られた結果の違いを分析して、自社のガソリンを評価し、どのように改良すればいいかを検討するまでです。キャラメルとララちゃんと失語症にご主人様の楽しい生活、いかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録をお願いします。